はい、皆さんこんにちは。はい、本日は第9回裏投駅3日目は大種目ジャッキーチェン大会にようこそおいでくださいました。本日参加者の方が29名集まりました。そしてなんと視聴者数が約600人。こんな時間からこんなね、こんな大会動画なんか見ててね、もうちょっと有効な時間の使い方ないんですかね。本当に本当にありがとうございます。最終最後のお時間までお付き合いください。よろしくお願いいたします。それではですね、早速 A ブロックの1回戦からこなしてまいりましょう。時の扉選手と、JC に蹴られたい、こちらの方じゃんけんの方お願いします。じゃんけんで、コンパネ選択権を、決定する形になっております。そしてその日の試合のみーちゃんさんとぬたさんのこちらのじゃんけんもお願いします。そして、今回実況を、担当してくださるのが、はい、いい、はい、元いちごさんです。早くしはい、よろしくお願いします。今週一番このゲームに金突っ込んだ男です。あ、え、でも俺負けまくってっからさ。あ、うん、いや、あの一番あの青汁さんに負けまくったのが俺です。はい、で、じゃあ早速始めてまいりましょうか。時の扉さんが 1P 側、JC に蹴られたいさんが敵側で、はいはい、では早速始めていただきましょう。裏闘劇、第9回、うん、第9回裏闘劇3日目第1種目、ジャッキーチェンフィストオブファイヤー清流伝説。噛まずに言えたわ。始めっぞダイス作動を倒してください。時の扉さんが使うのが、ヤン、ヤン、です、実際 の、 あの芸名はヤンチンチン先生っていう人なんですけど、彼は。はい、と、女ザギことキムワリーですね。はい、じゃあ早速始めてまいりましょう。第1ラウンド、さあまずバックダッシュで様子を見た。さあチンチンがついていく。はい、さあ前捨てを牽制して、さあラリアットを牽制してからの追い打ちでチンチンが大ダメージを取った。さあ置き攻めを、拒否ろうとしたところに、さあ失敗したけれども、さあサマソで、チンチン反り返っていく。はい、追い詰め挑発に決まる。第1ラウンド取ったの時の扉だ。さあ溜めていくところに、挑発するが、挑発このゲームキャンセル効かないんで、あれすごい手つきができちゃいますね。さあここで置き攻めを仕掛ける、中段当てる。さあ小パン小パンからのチンチン反り返りを2回入れて、さあダウン打ちまで3発決まって、さあ置き攻めを仕掛ける。さああそこであの起き上がり攻撃を出してしまうと、あの張飛が刺さってしまうんですね、このゲームね。さあそれで2本取った。さあチンチンついて、チンチンついて投げる。さあダウン追い打ちだ。さあなぜかカラスに変わった。ああ大足大足、そして起き上がりにチンチンついた。というわけで3立てで、時の扉さんの勝利です。さあ9 はい、チンチン疲れて大出血ですからね。いやーそれは女なので出血しましたね。はい、さあ、はいはいはい、あ、あーはい、うん、はい、ちょっとミーちゃん、次の試合がミーちゃん対ヌタさんなんですけど、ヌタさんがちょっとまだ来てないので、その次のオールさん対ナグルさんを先にやろうと思います。ちょっと、一応1回戦が終わるまでにヌタさん来れなかったら、ちょっとそのままミーちゃん不戦勝ということでいいですかね。はい、だから、その次の、エモニューアット、ミセアダスライオンさんとホロモンさんは次の試合になりますので、ちょっと先じゃんけんさせてください。This is my game.
あ、OK です。はい、始めちゃってください。ワンピー側がオールさん。あああれ、あー、え、いいの今のちょっとさっきも同じ表情になったんだけど、この後ね、入り直すのはおるんで、ボタンを押して始めてみて。でここからはできると思うんで、毎回毎回ビクッビクッってするっていう方向で、まあ多分あの4回ぐらい見にはなれると思うんで、これでいきましょうか。はい、では始めてもらいましょう。オールさんがミステリアスライオンで、ナグルさんが女先ですね。さあラリアット食らって追い打ち入る。さあ置き攻めは仕掛けずに、遠距離戦を仕掛けるかと思ったけど、あれがあの立ってると必ず食らっちゃうので、あのモーションを見てからしゃがめば大丈夫ですっていう感じなんですけど、さあ、はい、しゃがんで、お、対応していく。さあサイコクラッシャー入ってダイヤシャムラ入って、えらいダメージ入ったよ。さあここから遠距離戦始まるか。さあ近づいた。さあ呼吸を飛ばしてサイコクラッシャー、サイコクラッシャーで往復した、往復したというわけで、オールさんが1本取って、さああれが発生保証なので、ミステリアスライオンに触っても呼吸は出てくる。さあダウンからの起き上がり攻撃のところでもう1回ダウンしちゃうんですよこいつね。さあ、ラリオット入って追い失敗。おっとサイコクラッシャーをアイモン中で拒否るが、やはりまたサイコクラッシャーを放してくる。あっと呼吸を出したところにラリオットが来た。というわけで、投げるさんが1本取り返して第3ラウンド、サイコクラッシャー開幕離して、スライディングもう半分減った。さあスライ、サイコクラッシャーで呼吸を飛ばして、ラリアットを警戒。さあラリアット警戒しゃがみからの台足。さあ大野さんがパーフェクト、ライオンアウト。さあサイコクラッシャー離しからの上飛が来た。さあ可愛くなったぞ、可愛くなって爆発したところは全て攻撃判定さあ近づくことがちょっと知らないとわからないこれは、で10秒経つと元に戻ります。あ、じゃあ10カウントだな。さあ呼吸で拒否ろうとしたが、拒否る前に、ラリアットを止めてた。さあ最高クラッシャーを往復、ジャンプで避けて、さあこのなんか下台パンチのわけだなこれで、くるくる回して、さあおっと起き上がり攻撃が当たったけどなぜかダウンしない。さあサイコクラッシュの削り倒した。というわけで3本取ってオールさんの勝ちです。はい、というわけでその次が、エモニューさん対オドコンさんになります。はい、あ、じゃあさ、え、どうする、あ、大将先にやっちゃう。うん、じゃあ、あ、片付けちゃいましょうか。じゃあ、みーちゃんと、大将の試合先にやっちゃいましょう。ごめんなさいね。じゃんけんしてもらっちゃいましたけど。おう、ごめんな。みーちゃんが水拳ジャッキーで、大将が、ローですね。はい、みーちゃんが、ワンピー。はい、こっちです。はい、OK です。始めてもらいましょう。さあ、みーちゃんが使うのは、お酒を飲まされて酔っ払った JC。 はい、あっ、2対将がローになります。大将を使ってるキャラはもう死んでます。はい、死体対 JC です。はい、じゃあジャンプして、さあ仮面を受けるが、さあファッキンホットが入ってダイヤシマル決まる。ファッキンホット、ファッキンホット、あれで、発生保証で、ワッキンホット中に、さあ、立てていって、乱舞も入ってダメージ逆転した。さあ、ファッキンホットに、あ、行かないで、台足。おっと、飛んじゃったら、飛びに、角が入って、さあ、一本取ったのは、酔っ払ったジェシー。はい、酒飲まされてロバスよ、ジェシー。さあ、台足が2回入って5割減った。さあここで亀を投げる、亀を投げる。さあ亀投げにダイヤシ刺したね。ダイヤシからのファッキーホット。さあダイヤシ追い打ちで、さあ今の危なかったが、
相手がコミットしたのに助かってさ、ここで亀を投げて様子見だ。ジャック亀投げて、ただ、小足からのダッシュ投げ、さあ2本取った。さあ小足大パンからの上飛、さあオトコプターで回っていく。さてここで、追い打ちを決めずに挑発まで入れて相手の、スパコンゲージを削ってからの、自分は酒を飲んで貯める。さあ酒を飲んで、またさっきのコンボをちょっと狙いに行ったか。さあ、ラウンドが決まらずにちょっとまた様子見で遠距離で亀を投げる。ちょっともうローの方側が赤ゲージが見えてるが、台足でヘラに減ってると。さあここで EX ファッキーホットで、さあ相手の亀を消しつつ、価格も決めたが、今ので、竜巻があ、そしてフェイタリティ、犬神系というわけで、みーちゃんが勝利です。はい、というわけでその次ですね、モニューさん対オドボンさんになりますね。じゃあ用意してください。その次が、太もも ICPO さんでデブルドラゴンさんになります。こちらも先にじゃんけんしてもらえると、はい、お願いします。ああ、ちょっとキャラ始まっちゃって、エモリーさんとオドモンさんなんで、オドモンさんどこ次ですよ。うん、次ですよ。なんでじゃんけんしてねえんだお前ら。はい、というわけで、キャラ決まっちゃった。あ、ちょっとじゃあリセットしてもらって、ごめんね。要はなんか フリップ設定で止まったり止まらなかったりするの何なんだこれ。はい、いやなんかフリップ設定で止まったり止まらなかったりしてるのが。はい、そのもうさっきやってもらいました、それは。はい、じゃあ始めてもらいましょう。オドボンさんが 1P でエモニューさんが 2P ですね。オドボンさんもさあ酔っ払った JC を使って、エモニューさんの方が、ライオンだ。さあコッキーを最初に投げる。さあ投げて、さあコキ2回からの前大パンでもう6割ぐらいやってるぞ。さあしかし取り返す。さあケツが強い、 JC のケツが強い。さあ最初にスライディング当てた。スライディング2回で4割出るぞこのゲーム。さあ最高クラッシャーかな、スライディングもう赤い。さあしかし取り返した。亀が強い、亀でもやっぱり3割ぐらい減る。さあ壊し大パンからの亀。さあ2本取っていこうのモンさんが、さあスライディングとケツの差し合いになったところに、さあ亀を投げていく。さあ壊し大足からの亀で固めて画面端に持っていく。さあ何もできないか。あー大足刺さってしまった。3本取ってオドボンさんの勝利です。はい、ちなみにこの 2P 側の JC にすると、あの亀の中身が黄色くなるんですよこれね。黄色いものを飲み干す JC っていう、なんかあのすごいなんか、いや、あのいやらしい感じの。あ、俺か、ごめんな。あービールか、ビールだね。うん、JC のビールです。はい。その次は、そのも ICP 予算でウルドラゴンさんで、その次は、BF アットカオブレゼさんとベッポンセさんにあります。はい、でこちらじゃんけんしてください。はい、その、じゃあ始めてもらいましょうか。デブルズドラゴンさんがロー、1P 側でロー、で太ももさんが、釣り側でロー、ロー対ローだ。さあ死人対決、こうグロ画像が始まるか。さあバックダッシュで行ってからちょっと溜めていく。さあ小足から、確認してダイヤスなことしたからちょっと失敗するか、その、釣り側。さあもうゲージかなり溜まってるぞ。さあお互いにこの様子見からの、さあそこの挑発は危ないぞ。さあ、ファッキンホットから画面端だと台足台パンまで繋がってしまって広いことになるぞ。さあここで追い打ちもしっかり決めて、もう相手も虫の息だ。さあこっからどうするか。さあゲージを吐いていったが当たらず、ゲージを削っただけで、さあタイが入れ替わったが、EX ファッキーホット発生前に殺してしまえば当たらない。さあ1本取ったのデブルドラゴン。さあ次の試合が
とりあえず最初に当てていたのは太ももの方だな。さあ4割削って下がってゲージを貯めて、さあ EX ファッキンホットでちょっと楽をしたかったかと思いきや、ちょっとまた壊しの差し合い。さあ中断させた。さあ中断させても、カウンターじゃないとその後壊し取らないですかね、これ確かね。なんで、さあ壊しの差し合い。さあ、ダイパー当てたところに EX 刺さって、さあ置き攻めもピッチ決まった。さあデブルドラゴンが2本取って、さあ壊しの差し合いになった。またさあコパンコパン壊し。さあどっちが先に刺さるか。おっとデブルドラゴンの方がダイヤシファッキンホット当てて、さあここの画面端に持ってった。さあお互い出したときは、お互い出したときはなんか知らないけどですね。はい、というわけでデブロドラゴンさんが、はい、3本取りまして、勝利になりました。その次が BF アット顔ブレスエさん対ベッド温泉さん。はい、その次が、アジさん対、ジエンがその次なんで、じゃんけんしとけや。はい、さあこれもロータイローだ。いやーなんかこのブロック黒画像やねこれね。はい、というわけで、最初にファッキンホット壊してた。さあ壊しダイヤシファッキンホット、さあファッキンホットの打ち合いだ。さあ中段が当たってダイヤシファッキンホット、さあガードされても問題ないぞこの技。さあコパンコパン中段、コパンコパン中段みたいな感じ。はい、壊しダイヤシファッキンホット。さあ様子見だ。さあざーっと竜巻を出してしまうとちょっと着信になんか刺さってしまうので、あまり気をつけた方がいいかもしれないですが、そのまま、なんとかして次が伸ばった。さあファッキンホットの試合で、さあダイヤ足見てからダイヤ足差し返し、さーて置き攻めに EX 出してゲージを吐いたが当たらず、さあダイヤ足刺さったがちょっとコマンド見せてたか。しかし投げてなんとかする。さあ中段当てて、さあ中段食らったところに勝利で暴れた。ファッキンホットが様子見のところに当たってスリー側が2本取った。さあファッキンホット差し返し、ただのダイヤシつながらず中段が出た。中段当たって逆に画面外しとった。ワンピー側が中、さあ竜巻当たって、ダイヤシファッキンホット入らず、さあ壊しダイヤシファッキンホット。さあワンピー、スリー側がこれでだいぶダメージだったが、近づきすぎていて EX が相手の反応に出てしまった。中段出てファッキンホットで削り殺した。しかし、でこれで3本取りましたので、次側がどちらでしたっけ。いや、ビッポンセさん、ビッポンセさんの、はい、勝利になります。はい、というわけでお疲れ様でした。次がアジさん対オチエンです。その次が、あ、俺とハローさんなんで、はい。あ、最初はグー、じゃんけんホイ、はい、これショイ。あ、了解です。じゃあ俺 2P です。あー、え、発見じゃっけ俺だけ。あ、いや、あ、もう一方いましたね。はい、はい、というわけで、自演がトステンで、アジさんが5秒ジャッキー。さあこの JC なんか意外と特徴がない JC。 さあトステンが小足からクラックシュート当ててって、ダイヤシダイヤシからの置き攻め失敗して、もう一回休みだ。なんかダイヤシを刺していく。さあここに JC の小丸毛が入って、さあ追い打ち、小足、ダイヤシダイヤシ小足をやってしまったが、ちょっとその後位置悪いぞこれ。画面端行っちゃったぞ。あ、しかし小丸毛が入る。さあ置き攻めが、あ、ダウン打ち決まって、はい、1個取ったの味。さあ5秒ジャッキーの強みは、あの前ダッシュと全然見分けがつかない、あの、いや、ガフじゃないです。はい、立ちができます。はい、さあダイヤシ刺してた。さあここで読み合いからの
さあ、シャガ台から勝利つないで、シャガ台クラックシュート。さあ、クラックシュートからの、さあ、また読み合いになった。さあ、しかしこのダメージ差だ。もうこのダメージ差でこの5秒、カウント5カウントですけども、これ普通にこのここからでも逆転可能なゲームなんで。さあ、壊しのすり合いからの、さあ、あー、しかしタイムアップいやー、あのぐらいの体力でも全然安全圏なゲームじゃないんだ、このゲーム。はい。さあ、またお宮からクラックシュート入って、さあ、おいちゃ、ダウンのおいちゃ失敗したが、置き攻めは成功した。しかし、壊し左足で、相手がダウンしないので、さあ、ここでまた、お宮になったところにかかと落とし入る。さあ、EX の駒投げの、無敵を利用した。しかし、こいつは安い。あまり減ってない。さあ、しかし、ダウンウォッチが全部決まった。さあ、2本取ったのは足だ。さあ、かかと落としを壊して、潰してからの、しかし、かかと落とし。かかと落としは、あのガードされても特に何もないんで、とりあえず離していくわけなんですね。クラックシュートを出して、当たって、さあ、壊して足で、カウント取ったが、これで画面外しを取ってるのが5秒の方なので、ちょっとあまりいい状況ではない。おっと、前ダッシュから投げて、さあ地面ドーンって叩いて大パンした。さあ大パンからの大足はい、というわけで、2本取ってファイナルラウンドに、さあ強すぎは前ダッシュ川田としおっと、クラックシュートは相手の方向こうに行ってしまった。さあ画面外しちゃったぞ。おっと、大足大足が、ごこ足が大足繋がらず。さあ、ここで、かかと落としで、画面端で固められる。さあ、抜けれない。抜けれない。おっと、EX の駒投げ来たけど、あれが当たらずに、さあ、画面中に持ってきたが、まだ大、ごこ足のかかと落とし、かかと落とし。さあ、時間ないように見えた。あんま、こっからでも逆転あるぞ。ジャンプしちゃったところに大パン入った。さあ、クラックシュートが当たっての、時間がないので、無理したところに、駒投げ入っちゃって時間オーバー、タイムオーバー。さあ、味が3本取って、はい、自演がすぐ消えた。お、今、両側の味さんの方から、友情のグッバイ、サムズアップが来ましたね。さあ、というわけで、その次は俺か。はい。じゃあ、実況ビーチャーさんに変わります。はい、実況カネスミーちゃんです。 1P 側がハローさん、 2P 側が、元いちごちゃんとなります。でですね、さっき5秒券ジャッキーの調費とか当たっててもですね、結構安かったと思うんですけれども、あ、始めてもらっていいですよ。あ、ごめんなさい。で、次の、ごめんなさい、ひじゃかったさんとヤブリンさんですかね、じゃんけんをお願いします。はい、じゃあ、そうかもう一回始まるんですね。じゃあちょっと先ほどの解説しておきますと、実は、この大会なんですけど、レギュレーションに工場出荷設定という一文句があったと思うんですけれども、実はあれがすごい関係して、おお、赤い赤い真っ赤になっちゃった。はい、工場出荷設定というですね、レギュレーションがあったと思うんですけど、あれ何を言ってるのかというと、実はこのジャッキーチェーンなんですけれども、日本で発売、作られたゲームですが、まあ、言語設定いろいろありまして、日本語はないんですけれども、でそこで、初期出荷設定ちょっと何語か忘れたんですけれども、最初ですね、実は野試合で稼働してた時って、今日は、前日までの野試合で稼働してた時はですね、韓国語版の言語設定になっておりました。そうすると、タイトル画面のですね、金子の猫がですね、アルファベットではなくて、猫のなんか絵柄になるという、そして喋る言葉も変わるんですよ。例えば、ジャッキー・チェンが負けた時に、グッファイって言うじゃないですか。あれが、韓国語版だと、なんか、なんていうかよくわかんないですけど、なんか空耳で聞くと、やるじゃないって、なんかこう、やるじゃないって、煽ってるみたいなね。キャラ選んだ時もカモンカモンじゃなくて、あえあえとか言って、よくわからない。そう、金子の猫のマークがね、可愛いからってことで韓国語版で野試合やったんですけれども、今日、工場出荷の言語に戻して野試合をやったところ、驚愕の事実が発覚しました。実は大会当日、なんとバージョンアップということで攻撃力が下がってるんですね。
おい、なんか大会当日バージョンアップとかそんな普通は、あ、なんかあったような。まあ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 。ということですね。ちょっと攻撃力が若干下がってるみたいなんですね。あまり俺やってて気にならなかったんですけれども、まあ、結構水拳ジャッキー即死コンボとかあるんですが、即死コンボをやってるガチの人から話聞くと即死しなかったですねみたいな話をしてましたのでですね。さあ基盤がちょっと韓国語版じゃないのか、機嫌を損ねてしまったのか。さあ機嫌直してくれるでしょうか。おー、オッケー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 、機嫌を直してくれました。では試合が始めましていきましょう。ワンピーガーがオール、あー、ハローさん、ツーピーガーが元いちごちゃんですね。使うキャラはロータイ、アクションジャッキー、別名プロジェクト A のジャッキーですね。まあローはもう散々見てるか分かると思うんですが、プロジェクト A ジャッキーのすごいところは投げでこの火力です。これ韓国語版だったら 7割ぐらい減るんですけれども、優しいですね。6割しか減らないです。いや、じゃあ JC の半分は優しさできてますから。さあこれが減る減る。一方ローの方はやっぱり発生の早い5パンと、そこからおっと、まあローの5パンで止める間もなく張飛がガードさせてしまった。あれめちゃめちゃ削ります。しかも、ガード硬直が相当短くて、果敢がほぼ入らないような状況となっております。ただですね、このプロジェクト A のジャッキーなんですけれども、攻撃をダメージを取るときの通常のですね、手段がですね、割とどれもリスキーなのでですね、加担は必ず持ってるような感じになっています。ただ中段攻撃に関しては加担がないので、中段が当たると大足間につながってコンボいくと。そして昇竜拳ぶっぱでこの火力、しかも昇竜拳のね、硬直少なくて加担入れにくいんですよね、これ誰も今日は使ってないですけど、サムとか使うと投げてきますよ。本当ガードしても何も入んねえじゃねえかこの野郎みたいな。あ、まあでも竜巻が入るかな。さあ逃げ切って2ラウンド選手元1号、さあ大足刺さって、やっぱ減ってないな。そうですね、当日バージョンアップしたためにマイルド調整になってちょっと減ってないです。韓国ファンだともっと減りますんでね。さあ勝利当たって大足勝利5割、追撃入れてまあ5割ちょっと、コパンコパン、そして投げ、そしてからの、そして、あっと負けたハローさん、グッファイ、やるじゃないポーズですね。勝ったのは元いちごちゃん、おめでとう。はい、こういうゲームです。あ、ちょっとこっち行き、そっち行きましょう、こっち。というわけで、次が、どちら、ひじっかたさんと、やぶりさん。はい。はい、あ、とりあえず 2P 側から、スタートボタンを押してもらえると、1P 側がどちらさん。はい。あ、1P 側が、どちら、やぶりさん。はい、やぶりさん。はい、了解です。はい、スタート、ツーピー側スタートしてください。あ、ツーピー側スタートしてください。ごめんね、あ、ダメだった。なんだよ。まあ、あれかな、成功するまでトライアンドエラーで、この状態でボタンで飛ばせたりとかできるかな。ノーティスをボタンで飛ばしたりとかできるかな。お、入った入った。まあ、成功するまでで、あの基盤、あれのエラーは、はい、ちょっとよくわかんないんで、とりあえずこの写真入れましょう。さあ、というわけで、アンピー側が、ヤブリさんの発見ジャッキー、それでヒッカタさんがローですね。後半から大足つながったけど、さあおはぎは入らない。さあ、ファッキンホットガードした後に攻めに行こうとしたらコマが刺さる。さあ、ここで様子見だ。さあ、ジャンプして肛門元気。さあ、コパンコパン大足からのおはぎが入って、さあ、ダメ押しを決めて起き上がりに、さあ、コパン起き上がりにコパン入っちゃった。さあ、1本取ったのがワンピーから、ヤミさん。さあ、2本、ラウンド2で、さあ、大パン出したところになんか大足の方が先に上がってた。さあ、ここで EX ファッキーホットガードして、さあ、画面端でファッキーホット。
さあどうする、中段当たった、壊しからファッキンホット繋がってない。さあ4位や俺差し合おう差し合おう。さあファッキンホット出すところに投げて左足昇竜は行ってダウンを石、さあダメージが大体同じになった。さあここでまた一距離から肛門元気とファッキンホット、さあ時間がないところに無理に攻めていった中長立ちの田、さあおっと無理して昇竜刺したらなりましたって感じですけど今のはというわけで、ヤフリーさんが2本取りまして、はい、3本目。さあ開幕ファッキンホット、さあ大足ファッキンホット、さあ無理して攻めようとするとああいう風になんか大足入っちゃう。さああれガードした後がちょっと難しい。さあ大足刺してから生で調票出してった、調票がおはぎから大門エイチ入って6割減った。さあ様子見したところに EX 出してとりあえずガード削っておいてからの中段大足ファッキンホットは何か入らないが、しかし欲張ってもう一回ファッキンホット、さあ1回、1本取り返して 2-1 で、さあ第4ラウンド、さあ前お互いまだ足からの先に出したのは、破りの方が早かった大足大足。さあ起き上がりを仮に行こうとしたがちょっとうまくいかずに、さあ逆にリフ上げをしょった、中段当たって、中段から2台剣まであれ繋がってるんですよね、あれ。さあここでしかし、必殺技で、必殺技が出なかったところにまたヒリング際を処罰されてからのこの薄攻めが辛いですね。さあ2本取られてしまいました。さあファイナルラウンド、さあ小林からファッキンホット、また様子見だ。さあとりあえず攻めに行ったところに台足からおはぎ入ってダウンウォッチまで入って 4割5分ぐらい減った。さあ投げたからの、さあ台足勝利を入らず、しかしさあお互い触りにいたところに勝利が入って、さあ勝ったのはヤブリンさんでした。お疲れ様です。その次がバンソードさん対マサオさんになりますね。こちらはもうじゃんけんお決めでしょうかね。はい、あマサオさん、マサ、サイバリョウという名前の、チュンリのコスプレしたジャッキーあそうというなんか家みたいになってますけど、それはさあそれを見せつけてからの、さあはい、その次がアダキノさん対なんて読むの、あみがみえみああああいつもあのあはいあの猿の人のあその次なんで、あちょっと始まってしまいました。はい、ご用ジャッキでさあ色合い入った、さあ置き攻めは失敗してジャンプしちゃったところにお高めない。さあこのゲームジャンプが全部ワイヤーアクションなんでね、このなんかふわーっといっちゃうんでなるべくジャンプしないです、このゲームは。さあクラックシュートでもバックステップがあるじゃん。さあここでさあライパンをジャンプで避けて、さあお互いジャンプで、ジャンプしない方がいいって言ってるのにジャンプするさあジャンプに消費が刺さって大足が入る。さあしかしちょっと時間がないか、さあ壊し壊しからのスカッとところにライパンが入って、さあ逆転したぞ。さあ残りバックステでガン逃げだ。さあ汚い、この白人の教師汚いさあそしてなんかドヤ顔で1番ってやってる。はい、ドヤ顔で1本取った。はい、さあここでもう一回クラックシュートが入って大足が入った後に、さあこれでワープしていく、この教師ワープ使える。さあ遠距離戦だった、大足を当ててからさあ大パンして、さあ大パンしてからワープして大足、さあこれでマサオさんが2本取った。失礼しました、あーごめんなさい、今どっちになってるあーそっちか、あれどうなってるあーちょっと失礼しました、はい、起き上がりの攻撃のところに、長飛が刺さって赤ゲージになって大パンでダウン打ち、さあ起きれない、起き上がれないところにさあテレポートで行って3本取った。マサさんがあったんだよね。はいはい、そして敗者からはサムズアップ、はい、グッバイ。というわけで次が
何これ荒木野さんとあ、シュンディグ、シュ、あ、シュンディブライアントだよ。シュンディブライアントって読むのか、俺。の、試合になります。で、ワンピーガがシュンディブライアントという名前の、いつもなんかバナナとかなんかで、お猿とか名前つけてる人。はい、ツビーガが荒木野さんになります。荒木野さんが、ま、ミステリアスライオンで、ワンピーガの、なんとかブライアントが、水拳。はい。お酒飲まされた JC。 さあ開幕どうなりますかね。はい、コキを出してた、コキを出してからの、スライディングの距離が合ってればネズヒット。さあとりあえずコキを出してて、サイコブラッシャー、おっとジャンプしてしまったところの、ところに、投げからのスライディングが入ってだいぶダメージ取って、さあお互いにこれ発生補償を使っての、さあ渡し合いになるが、ダメージをもらっているのはミステリアスライオン、あれは水拳ジャッキ側の方だが、さあこれで投げて1本取ったのは荒木野の方だ。さあ2本目、さあコキを出していく、コキを出して近づく、5番、あれは大パン、さあコキを出して、追い打ちスライディング、さあ相手の外野手を見てから、さあサイコクラッシュあれだけど、あれでダウンしないとなんか投げ方なんですよね、あれね。はい、で、壊し壊し大足を見てから、投げて大スライディング当てて、さあコキの削りで殺した。さあ2本取ったな荒木の。さあどうなるか、リーチだ、3本目、 JC がなすすべなくやられてしまうのか。さあこれで、さあこの状況はダッシュができないんですけど、当たり判定がなくなる、あのすごい小さくなるというモードですが、さあこれでス、サイコクラッシャーガードして抜けてからの追い打ち失敗して、逆に投げられてスライディング食らってからのコキ、さあコキを出すのを読んでから読んで、乱暴出したが、あれはダウンしない、これダウンしないので、さあこの後の読み合い、さあ壊し壊し、さあ1本取り返した。第4ラウンドはあのあれですね、コキも出てくるところにはコギ判定ないので、爆発するところだけなんですね、コギ判定が。なのであれを読んだら前ダッシュしちゃうのがありなんだけど、さあジャックで出すと目の前で爆発するからちょっと怖い。さあ台で出したところ見ずにちょっと壊してたけど、サイコクラッシャーに逃げられて、ダスライディングスライディング、さあランボを出して、さあコパン小サイコクラッシャーだけど、あれだとダウンしない。ただ、コキを食らって、さあここで消費を出したところにランブが来てた、ランブ当たらない。さあ爆発した、どう攻めればいいのこれって感じの。さあ下がって下がって、さあ亀を出したけど削りきれずにグッファイ。さあ荒木野が打ちまして、さあ小さくなられて攻めきれずに、あへがわさんもやップ。次が CF さん対黒羽と星座さんですね。その次が NOK1 ビリさん対オルジザベルさんになりますので、そちらもじゃんけんしてください。NOK1 ビリ、後ろにいらっしゃいますね。はい、はい、おはようございます。ワンピー側が黒さん、はい、ツーピー側が、はい、まず四方リレーから始まる黒さん。さあ空手のまず最初のみたいな感じで、さあ、まだあずさん、まだサムズアップするの早いぞ。黒さん、だからシーさん、はい、ツービーガーになります。黒さんがヤン、おっとヤンチンチン先生を使うの、あれ、あ、スタートも押してないよお互い。押してもらって、はい、黒さんがヤンで、シェフさんが水拳ジャッキー、 JC 対チンチンの戦いですよ。はい、チンチンがついていく、さあ亀を投げる、さあ亀を投げる、さあジャンプして、さあお互いダメージを、一発ずつ交換した形になる、交換している。でもジャッキーの亀の方がダメージがでかい。さあついて亀をもらってジャンプしちゃった、さあジャンプに、さあ小足でジャンプをとがめてからの中断、
CF1 本取った。さあガンガン飲む JC。 さあ亀は亀出して、中段からの大足。さあ亀大亀打つ、小亀で食らって活性保証。さあチンチンが反り返ったか。さあ壊しからのなんか波動キックで、波動キックはあの足のところのに判定出るんですけど、あれなんか使い方よくわかんないですよね。さあこれで亀を投げまくる。さあ投げれなかった。さあジャンプしちゃった。さあライアシからのランブが入って逆転された。さあ CF2 本取って、さあチンチンがピンチ。さあ前大パンチでとがめようとしたけど、さあ亀を投げられまくる。あーっと、あの月は目の前に判定ないんですよね、あれね。うん、というわけで、またこれでランプを食らって、さあ反り返って返す。さあ小足でやったけど、さあ反り返りにとがめられて、さあランプまでもらって、あれどっか飛んでちゃった。あ、手前に来た。はい、というわけで3本取られて CF さん。はい、そしてチンチンがサムズアップ。じゃあ黒さんがサムズアップ。ごめんな。というわけで、そのすけ NOK1 ビル3代オージェルサベルさんになります。オージェルさんが 1P 側。はい、うん、これぐらいで大丈夫じゃないかな。そういうやつだと思ったんですか。はい、あ、大丈夫でしたね。はい、というわけで 1P 側がオージェルサベルさんのローで、 2P 側が NOK1 ビルさんのライオンです。さあ開幕、さあスライディング出してった。さあ様子見から中段入る。さあコキはバックステップがある、下がって避けて、さあ壊し壊しからのなんかランドが出たけど、さあ途中から繋がらなくなってとがめられる。さあとがめられて6割減る。勝利をもらって赤ゲージ。さあこれで画面端から逃げれない。さあ中段もらった。イエーさあ1本取って、さあ開幕投げていく。開幕投げからコキでダウン追い打ちしてスライムまで当てて、でも2割でちょいぐらいですね。さあ壊し壊し壊しを出したけど、さあなんか角半っぽく、暗い角っぽくも出したね、これ。はい、というわけで、大足大足大パンでちょっと突き起こしていく。壊しから、竜巻出したけど、竜巻のところにあっとダメージが低い。さあなんか今の優しやすかった。さあ4本取ったのは大津。はい、というわけで、最初にコキ、出してて、コキから壊してほしい。さあバッキンホットの方がいない。でもスライディングが当たった。さあこれダメージに当たってる。さあ壊し壊し壊しからの、おっとなんかあのインストに書いてあるコンボやったのかこれ。さあ投げてからの、コキが入らない。でもスライディング入った。さあ画面外しましたが、さあ羽置きで位置を入れ替えてからファッキンホットで、これでまだダメじゃん。あれだ。さあ長期を見てから、あーっと削りだー。いやー、あの状況になると当たり判定が小さくなるんですけど、でも大足当たっちゃうんだけど、どうだお前ね。さあ壊し壊し、おっと、さあ コキを読んでの今のやつでしたが、結局コキ食らっちゃう。さあ竜巻に近づいていって壊しを出す。さあファッキンホットから、竜巻出す。しかしこのインストに書いてあるコンボが強い。さあ投げてから、大パンのコキを出して先発から投げからの、さあ投げるこっちが、画面外しょった。あっと置き攻めを狩る。さあ勝ったのは青汁。いやー、はい、というわけで1回戦が全て終わりました。はい、じゃあ次 A ブロックの2回戦からやっていきます。時の扉さん対ミーちゃんになります。その次が、オールさん対オドポンさんですんで、まあさっきじゃんけんしといてね。さあみーちゃん、俺と一緒にあのトライに入ってからずっとやってた。一緒になってずっとやってた。あ、しかもさっきまで、あれだ、ランマの対戦会やったから。あ、また始まっちゃいました。はい、あのみーちゃんさんはあれです、あのさっきまでやってたあのオールナイトのランマ対戦会に行った後2時間寝てここに来てます。
はい、いや寝てないわ、2時間しか寝てないわかー寝てないわ、はい、さあこれはもう最初から言い訳入ってるのか俺っていう感じの、はい、というわけで、さっきの野地合いでもやたら強かった時の扉さんが、釣り川で、みーちゃんが、水拳 JC でワンピー側。さあ始めましょう最初のセット。さあお互い様子見からの、さあ亀を投げたが当たらず、亀投げても当たらず、さあチンチンがちょっとじっと前に出るが、さあ波動ピア、波動ジャックパンチが、当たらない場合、さあお互いに当たらない場合でちょっと前ダッシュで様子見しながら転生していく感じ。着地が当たらない。さあバックステップ壊しを、5番を探したか、ここでガーッとゲージが溜まっていた。壊し台板から男プターが入って6割減ってダウンを打ち、さあ赤ゲージになった。さあ時間もあまりないぞ。さあここで投げる、投げてあっと反り返りが逆に出た。そしてちょっと追い上がり攻撃が当たって1本取ったのはみーちゃん。さあこれで第2ラウンド。さあ亀を投げる、ゲージを試す亀を投げる。さあこれでまたさっきのコンボを当ててワンチャン狙いに行きたい。さあケツを出したところにスライディングが入る。さあコパン、コパン前ダイパン。さあチンチンが突きたいが突く隙間がないぞ。さあ亀を投げた、亀が減る。さあ、あとか、大亀をとがめに行ったが、コンボ入ってない。あー、コマミスを、サマソで買って、おっと、置き攻めを、仕掛けたが、さあ、下がって下がって、波動パンチで、一本取り返す。あー、お互いに、ちょっと様子を見せたいところが、亀をスライディング避けていく。さあ、からの、反り返って反り返って、ああ、ここは壊し前台足で、中断が出ちゃうんで、はい、さあ攻めない。さあ体力勝ちしてたら攻めない。おっとジャンプに大パン出た。そっからのコンボが行きそうだったがちょっと失敗してる。これでまた亀を投げる。さあ差し込んどを探す。おっとうまく近づいたが、さあ壊しを出してしまっていたので、さあ空中落ちができなかったところで、やはりスライディングが強い。グッバイ。さあ、トニオトビさんが2位置になって、トニオトさあ、亀に、あっと、コマムンゴミスったが、しかしもう一回出す、オトゴプターが出て、天高く舞い上がって、大足、コマメは入らない。さあ、あとはどうする、まだ時間はあるぞ。さあケツで相手のスライディングを上へ飛んでいって亀を当てる。そして挑発も決める。そうこのゲーム、ラウンド終わってからも挑発できるんです、このゲーム。でその挑発の効果もあるんです、はい。でここでまたお互いに様子を見てから、さあ亀を投げる。さあ亀を投げる、チンチンはスライディングを出していく。さあ前足中段が入らず、さあお互いに小足を差し合ったところに波動パンチが入って、ちょっとダメージ逆転されたぞ。さあ小足が入る、小足が入る。さあ大パン当てて、なんとコマンドミスったところにショーキック反り返し、反り返り、さあダウン打ちも決まって、さあここからどうする、スライディング、おっとスライディングに亀でとがめた。さあダメージはどうなっている、あースライディングが当たってしまってタイムアップ。さあ時の扉が勝った。いやー今のはもったいない、今のはもったいない。いやーそこで前してしまったのはもったいない。もうガン逃げするべきだったと思う。ああそうですね、うん、そう、うん、あそこでね、ジャンプした相手に、シャガダイパンチ超飛っていうのが繋がるんで、あっと失敗した。あれで咎めとけば、終わってたんだけどね。さあ、次がオールさん対オドポンさん。で、その次はデブルドラゴンさん対ウェポンセンさんになりますんで、そう、こちらの方をじゃんけん先にしといてもらう。あ、後ろにいらっしゃいます。はい。
じゃあ始めてもらいましょう。ワンピー側のオールさんが、ライオンですね。はい。さあ開幕、お中断してた、おっと、ケツに、コキで対応。さあ、5割減ってる。まあ、赤い。もう赤い。さあ、スライディング入って、おっと、お互いやたらとなんかひどいダメージ取り合ってたけど、さあ、気がついたら、ライオンがかっていた。はいはい、おっと、開幕に当てていったのは、水拳ジャッキーの方だが、ダメージ的にはさあライオンの方が長かったけども、そんなこと言ってないでもうミリだ。さあ壊しましたし、おっとコキとカメで、あーっとスライディングに果敢入る。さあ1本取り返して第3ラウンド。さあケツを出したところにコキが入る。おっとお互い様子見からサイコクラッシャーにケツで相打ち。さあケツが強い。 JC のケツをやたらと出すボモンさん。さあこれでなんか裏回ったところでコキが爆発した。さーっととか言ってたら、あれは多分ガードしてもダメだったからあれだ。しょうがないですねって感じで2本。はい、というわけで、またサイコクラッシャーにとがめて、でも結局ダメージしてる感じくらい。さあサイコクラッシャー、裏回ろうとしたけど小足に入ってる。さあこの状況、またケツにコキが刺さった。あーっとケツで近づいていった。さあオドポンさん勝利です。おっとグッファイが入った。ごめんちょっとなんか実況疲れたから誰か代わってくれ。あー実況変わりました。みーちゃんです。いやさっきの状況ね、なんで攻めたのっていう話あったんですけど、あそこの体力差のあの状況だと、あの削りで、あの逃げ切り狙われるんですよ。だから結局前に出て、あのに削りを咎める姿勢を見せとかないとっていうところなんですけど、そこを、まあ、逆に駆られ取られたということで、まあやっぱり格ゲーのうまい時の扉さんだったなという、まあそれでね、あの大パンの追い打ちを見せたというところが痛かったです。さあ 1P 側に座るのが、デブルドラゴンさん、そして 2P 側に座るのが、ベプオンセンさんです。お互いローですね。ロー投手ということで、もう手の内はすごいとよく分かっていると思います。あとは、大足の、差し込み性能、およびその直感力といいますか。さあそして大刺さっていいダメージ。さあおはぎが、おはぎじゃないよ、おはぎはあれだ。プロジェクト A だ、ごめんなさい。パッキーボットですか。はい、入って大一昇竜拳、しかし前段はヒットしないのでそれほどの減りではない。さあ残りタイムカウントがかなり少ない中、逃げ切ったガス KO。 まず1本取っていくのは別本戦。さあラウンド2、このゲームはですね、あの空中にいる相手は2回攻撃が入ります。ヒットではなく2回攻撃ですね。多段技だとそれは1回扱いになりますので、空中で例えば飛んできた相手に対してまずしゃがみ攻撃とかで追撃をして、その後に何か技を入れると、その追撃が入るといった仕様になっております。さあそういった間にですね、1本取り返したデブルドラゴン。さあこの、ローというキャラなんですけれども、時の扉さん曰く、このキャラは竜だしです。波動昇竜、ね、で竜巻も持ってるんでね。まあ、確かに言われれば竜だよね。しかもジャッキー1の時ってバッキンホット飛び道具なんで。さあ1本取り返していくのは別本戦。結構ですね、ジャッキー1の頃はですね、ヤンの、ジャンプしてつくやつもね、飛び道具だったんですよね。あれ柔軟で飛び道具とかね、本当昔のサムスピの受けを思い出すような性能ですけれども。さあ張飛、これはガードさせて音が目指したし、ジャンプするとあの距離だと昇竜拳で優位的に撃墜されてしまいます。なので、万全を期したにはガードしたい。そして食らってしまった。ダメージはそれほどでかくはないんですけど、やはり痛いは痛いですからね。さあこのガードさせて待ったコートガメなしで削りがダメージ半端ない。そして当たってこのダメージ。さあもう一発入って、さあこれ分からないぞ。消費はガード、しかし間に合うか、勝利、あっとここ落とさなかったか。おっとここで逃げ切った。勝ったのはツピガのベッポンゼンさんです。じゃあ次は、アジさん対、LAR さん、ラーさんですかね。そして次が、元いちごちゃんとヤブリーさんとなります。じゃんけんをお願いします。
さあ、次の試合は、アジさんが五行剣ジャッキーで、一方、ラーさんですかね。ラーさんとお呼びすればいいんですかね。これが、多分水剣ジャッキーですね。こちらの、1P 側が、エルエア、ラーさんで、2P 側が、アジさんとなるんですが、1P 側のラーさんって池袋のライノでですね、昔ずっとガチってた勢の一人らしいのですね。まあ、いわゆるジャッキー兄弟となんかネットでこう噂されるガチ勢がいると言われてるんですが、まあ多分その一派と。一派ですね。流派がいろいろ、文科生がいっぱいいるらしいので。一体ここを倒してもですね、文科生の中では最弱のうんたらかんたらってなんか出てくるかもしれないんで、何してるのか元石が。あれはとか、朝上げてください。あれなんか背景が、あれ大丈夫、これなんか、はい、あれなんか、なんだこれは。ちょっと待って。やばい。アラブル JC。 ちょっと JC 高ぶっちゃった。I'm JK. This is my game. さあ、気を通しまして行きましょう。まずはテンプレ通りの赤文字からからのチェック F が OK を、はい、で G も OK、 G も OK ですね。さあ次はちゃんと行くでしょうか、それともまた面白いバグを見せてくれるんでしょうか。ゲッタン JC。 あ、なるほど、確かにゲッタンっぽいですね。あれ、あー、違う、チー、頑張れ。 2P 側から押してもらってください。なるほど、 1P 側は結構危ないそうだ。おー、 OKOKOK。 さあジャッキー同キャラですが型が違う、水剣対五葉剣。さあラウンド1、まずはそう優秀な立ち小キックですね。これはこれが結構ですね、立ち小キック振ってるだけで3回ぐらい連続するんで、しかもリーチがそこそこ長くてですね、回転率もいいので、水剣はこれを上に振っていくことになると思います。そしてそうですね、この亀の飛び道具なんですが、地面に着弾しないと攻撃発生が出ません。なので、こういった突進ドック系の技が非常に有効。しかしここで亀強が当たって、まずは1本取るのは、ラー水剣。立ち小キック、そして、裏回りの波動キック、起き上がりに重ねると割と見づらくてですね、ガーフなんじゃねえかみたいな、そういう話もありましたけれども。さあゲージマックスに貯めまして、五葉剣はどこで長飛を差し込んでいくのか。五葉剣のですね、突進技なんですけれども、しゃがみ小キックからつながるのを確認できているんですが、他にいいレシピがなかなかなくてですね、結構コンボに今苦労していたような状況になっています。さあ一本、もう一本取るのが水剣。ちゃんと KO 後の挑発も決めて、優位に進めております。あー、なんか大丈夫、ダメージはないけどね、さあこっちも危ないものが見えますよ。さあ大足刺さってヒット確認からのオートコプター、そして大キック、ガメガード、おっとそこでバグステ、地上でガメガードだと結構削りがやばいので、しかし、逆ヨガパンチ入って勝ったのはラーの、水剣ジャッキーです。さあ、挑発の話なんですけれども、このゲーム、挑発した時って一定量の、挑発、あ、ごめんなさい、パワーゲージが減るんですが、実はこれキャラ差がありまして、水剣ジャッキーは割と挑発、パワーゲージが減りが少ない方になっております。はい、あ、ごめんなさい、次の試合、元いちごちゃんとヤブリンさん、そしてその次の試合が、マサオさんと TZW さんとなっております。こちらの方じゃんけんをしておいてください。はい、では 2B がスタートボタンを押してください。
挑発のですね、あの削り量がですね、特に水拳はかなり少ないのでですね、あの水拳ジャッキはちょっと挑発が弱いんですけれども、まあ、ここはキャラ差ということでしょうがないといったところでしょう。さあしゃがみショーパンチで牽制を振っていくのは 1P 側に座るのは元15、プロジェクト A、 2P 側に座るのがエアブリンさんのプロジェクト A ですね。さあまず投げから一気に通していく、体力6割減って、しかし5番5番そしてダイヤスからヒット確認でこういうコンボを決めていく。さあ投げが取った、元1号しかしコンボミス。そう結構軸ずれが変な状況になるのでですね、割とちょっと安定しない部分があります。緑の方が元いちごちゃん、白い方はヤブリンさんです。さあおはぎ大パン、しかしコンボミスか。さあ昇竜拳ガーサイザー、しかし硬直が少ないので攪拌ミスった。さあ大中段、しかしちょっと距離が遠いので大足は届かないか。さあ投げが通してこの威力、追い打ちはちょっとミスったが、まああまり減らないので問題ない。あっとここでぶっ走すぎてて張飛が逆に食らってしまう。体力状況ほぼ五分といったところ、このさあガードされても攪拌がないこの張飛、しかし中段止められるが、元いちごの画面を見ないプレーが効果を出る。さすがキャリバーズで画面見ないのは当たり前ですよね。さあリーチをかけるのは元いちごジャッキー、しかし張飛が、張飛じゃない、勝利権が当たって一気に6割、追い打ちはちょっと入りにくいか。さあ本当に画面を見てないんでしょうか。さあ投げが通して勝利権は全段入らなかったが、まあそれでもいいダメージ。さあまた勝利権暴れ、もうこの技しかさっきから見てない気がする。さあ追い打ち入れて一本取り返したヤブリンジャッキー、グッファイ。さあ投げ通した、あしかしコンボミス、コマティクにちょっと難のある元いちごジャッキーですが、その間に張飛を入れて体力を一気にリードしていくのはヤブリンジャッキー。さあ攪拌が入らない、追い打ち入って取り返した 2-2 ファイナルラウンドへ。さあゲージ状態は、まあ、マックスなんですが、どちらもほぼ一緒だったような状況でしょう。さあそして勝利権当たって一気に6割取っていく。さあ起き上がり攻撃食らってダウンは取れるが、一気に投げ大足トンボはミスる、中で当たっておはぎまでつなぐ、この体力状態危ないぞ、ダウンを1決めて勝ったのは元1号プロジェクト、グッファイト、やるじゃない。さあ次の試合はマサオさんと TZW で、その次が、アダギさんと、CF さんですね。じゃんけんをお願いします。ああはいはいはい。さあマサオさんが今度持ってきたのは、先ほどのチュンリージャッキーと、あこれあれか、突然か、突然なんか剣の格好してる人で、なんかすごい突然っぽい人がいるんですけど、なんかそれの遺影みたいな、しかも白黒になってるので遺影ですけれど、これ大丈夫ですか、フラグ立ててませんか自分で。まあ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 、そのフラグを覆していくのがマサオのいいところではないでしょうか。さあ 1P 側に座るのが TZW さんのローで、2P 側がマサオさん、突然ですね。さあ無事起動スタートもいけたようです。おっと色がなんだ、この色はダークロー、なんだこれ、え、なにこれやばいやばい、ちょっと俺メタバに食らった。ラスボス、ええいたっけ、え、妹、なに妹、あーとよくわからない状況になってきましたが、ダークローを使うのが TZW さん、すごいネタを見せていく。これキャラ性能は変わんない、あ、よかったよかったよかった、あー、OKOK、あーちょっとびっくりした。さあ妹カラーになりましたローですけれども、いやーなんか妹っぽいじゃないですか。さあ1ラウンド取っていくのは TZW さんのローです。で一方ワープで逃げていって、まずは 4-6K をぶっ放していくわ。
きっちりコンボ決めていく。威力がでかい。そしてダウンを1周で、2ラウンド先取してたのが TZW さん。さあ3ラウンド目、さあ松尾さん、まずワープしてダイヤス出してくる。そしてジャンプしたところ、タックルで決めていく。スラッシュキックですね。スラッシュキックで追い打ち。さあまず体力リードしたので、ここからどういう風に攻めていくのか。まずワープでのらりくらりと逃げていく。マサオオステン大足を差し込みながら、そして超ヒレ逃げていくが、バカンは入らない。さあコンボは波動キックを使ったためにちょっと使ってしまった感じ。しかしこの体力差では一発入るわからないが、大足を差し込んでいく。一本取り返すのはマサオのトーステン。さあコンボがちょっと使った。バッキンホットの方が安定する分、多分そっちの方がいいのかなって気がする。さあ昇竜拳一気に騙して、大谷翔一いいダメージですねこれ。さあ超飛体育。さあ今のようにですね、あのダウンし始めの相手に攻撃が当てるとですね、相手が空中復帰しますのでですね、ダウン追撃がちょっと減ります。さあそして壊し壊しの追撃、大足と壊しの削り合い、そしてワープした先にローが待ち構えてた。勝ったのは TZW のロー。やるじゃない。さあ次はアザギさんとシーユーさん、その次が青汁ザベルさんと、元シンガポール勢、元シンガポール勢なんだっての方、じゃんけんお願いします。 まさかシンガポールからの遠征勢ですか。まさかの海外勢。いやー、ジャッキー世界大会ここで行われてましたわ。コメントの方にこのキャラゾンビとありますが、そうですね、まあ厳密に言うとキョンシーになったそうです。あの1の時はちゃんとですね、あの人間からしましたけど。さあ 1P 側に座るのは CF の水拳ジャッキー、 2P 側に座るのはアダギの、ミステリアスライオン。え、何なんかえって言われてちょっとびっくりしたんだけど、あー画面の中の話ですね、失礼しました。さあ固めて固めて、自分の小さいキャラをどんどん出していく。しかしここで逆用側を差し込んでいくのはワンピー側の CF ジャッキー。で1ラウンド取っていく。なんかアルカナハートに自分のちっこいキャラを出していくやついましたよね。なんかそれをちょっと思い出すんですけれども、さあ突進から弱で出せばかなり硬直少ないのでお隣がない。そして大足から逆用が入ってくる。さあ亀を投げて、いいヘリがコパン早い。スライディング早いんですが、やっぱりコパンも差し返して2ラウンド取っていくのは水拳ジャッキー使う CF さん。さあ3ラウンド目、どういった攻めを見せるのか。そうですね、これつなが、3ヒット、つながってんだ、中段から小足はつながるのは確認しておりましたが、まあ、波動キックはつながると思ってなかったのでちょっとびっくりした。さあ中段前足、いいヘリをします。おっとここでコキが爆発前に突進系で決めていく。そして出前に飛ばんでかわいそうなミステレスライオン、勝ったのシーフ。はい、じゃあ次のこの次の試合を呼び出しをします。時の扉さんと、オドポンさんとなりますので、試合のじゃんけんをしておいてください。さあ 1P 側に座るのは青汁ザベルロウ、青汁ザベルでいいんだ、ザベルですね。で 2P 側に座るのが元シンガポール勢の、ヤンとなります。さあ現状ですね、2トップと言われているのがこのロー対ヤンとなっております。あ、 2P 側の人、押してください。スタートボタン押してください。赤い、まあ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 、現状2トップと言われているのがこのローとヤンですね。まあ、どっちが強いのかかなりもう意見が割れておりまして、なかなかどっちかっていうのはなかなか言いにくいんですけれども、まあ、この2強がですねかなりヤバくて、まあ、下の方のキャラがですねちょっと太刀打ちができないか。あ、どうぞどうぞ押してください。あ、 OKOK いきました。特にですね、キム・マリーとサム、今回サムを使っている人誰もいなかったんですけれども、サムこの 2キャラはですねちょっと2トップには何もできないかな。
っていう厳しい状況になっております。さあこれジャッキー1でもですねお互い強キャラ同士だったんですが、組み合わせ的相性的にですねローがちょっとですねヤンを崩しにくいといったところがあります。これを、青ジブザベルの、ヤンはどう崩していくのか。さあ台足が遠かったのでダウンまでは取れなかったが十分いいヘズダメージ。さあお互い体力状況は同じような状況だがちょっとこれは近寄るに近寄れない。さあここで投げが通った。まず1本取っていくのは元シンガポール勢。さあ第2ラウンド、さあコパン牽制からの投げ、これは開始次第。さあ距離を離していく。そしかしコパン大足、そしてパッキンホット、いいダメージですね。一気に体力を持って返す。さあ画面端、ここはなんとしてもヤンガーを離れたいが中段通ってそこから昇竜拳。さあ一本取り返したのはオジルダベル。さあ まずはジャン前強パンチでとがめていくが一気に盛り込んで画面端追い詰めていく。ヤンガーとしてはここを脱出したい。さあ張飛相打ち OK、 ダウン大石入れて、さあ復帰したが小足が待っていた。3ラウンド目取るのは青汁ダブル。まずは波動でとりあえず接近を許さない。そしてコパンからの波動拳、この波動のジャンプ攻撃がですね減るし削りも結構いくんですね。うかつにガードできないんですね。さあ取り返した。ファイナルマッチポイント、あ間違いない、ファイナルラウンド。さあ大足を通して一気に体力を取っていくのが青汁のロー。さあ集団見えない。さあ張飛が当たった。そしてダウン落ち、しゃがみ強パン、立ち強パン、昇竜拳、勝ったのは、青汁ザベルのローとなります。おめでとうございます。では、はい、というところで2回戦が終了しましたので一旦録画を止めます。はい、次がブロスク決勝になるのかな。時の鳥屋さんとオトポンさん、じゃんけんは済んでる？まだ？とその次が別府温泉さんとアジさん、あごめんごめん、LAR さんか、すいません。じゃあじゃんけんをしといてください。あれ別府温泉は、はい、じゃあ次の、B ブロックの方の、はい、あお願いします。はい、では始めてもらっちゃって大丈夫ですかね。はいはい、あそちらはもう投げしました、大丈夫です。はい、ワンピー側が、オドモンさん、で次側が時の鳥屋さんですね。はい、マイク入ってるかな、大丈夫かな。はい、じゃあ始めてもらいましょう。ラウンド1、さあ先に前ダッシュでちょっと仕掛けようとしたのが、ゴドコンさんの方だったが、やはりバックダッシュで様子見だ。さあ様子見してる間に時の扉が溜めていく。さあチンチンが溜めていく。さあ波動パンチで突こうとしたところに亀が入ったが、お構いなくが下がって、おっとスライ、大足大足のところに刺していったが、さあここで2回反り返って大足が、大パンの追い打ちが入って、おっとさあ今受け身攻撃狩り の長飛だったがなぜか狩られた逆に。さあそれで1本取ったのども、さあ亀を投げていく、亀を投げる、また亀を投げてるのに付き合わないぞっていう感じでパワーを貯める。さあ時の扉の方は差しどころをちょっと探していくか。さあ投げていった、画面端で投げたのでコンボが入らない。さあ入らなかったけど、壊し壊しからの、サマソも入れて、さあダウンウォッチを決めて、さあもう一回さっきの狙いに行ったがガードされたけれどもサマソで勝って、さあ最後は波動パンチ危なげなくなった。さあ1本取り返す。さあ第3ラウンド、さあ亀を投げるが気にしないぞって感じで、さあチンが端っこでチンチン食べる。
さあ波動パンチが2回入る、3回入る、さあ3回入れたが亀が おわいこになって、がしかしサマソで勝っていった、2本取った。さあ第4ラウンドだ。さあ亀を投げるが、投げてると亀は近づかないぞと。さあ遠くの方から波動パンチでツンと突っていく。さあ投げた、さあ投げからの亀は入らない。さあバックラッシュで下がっていったところに、さあ大しゃがみ台足、台足からのサマソが入る。さあ3本取って時の扉の A さんが、ブロック勝ち上がりました。はい、 B ブロックが、デッド温泉さん対 LAR さんですね。はい、あ、そうか、ヤンの投げはオチンポビンタっていう方がじゃん。チャット欄から今いいことを聞いたわ。はい、あ、はい、あ、そして C ブロックがもう、俺と、TZ W さんなんで、はい、ちょっとこれ終わったら、あの、ジャンケンしましょう。はい、じゃあ始まってます。ワンピー側が、LLR さんの、聖剣ジャッキー。さあ、デッドオンセンさんがローだが、さあ、先にファッキンホッター出て、ちょっと5割取った。あー、5割取ってない。やめろった。ごめんなさい。今、さあ、鉄を当てて、鉄から壊し台足からの追い打ちランブも入って、さあ1本取ったのは LAR。 さあまた開幕パッキンホット当ててったけど、その後が逆にこれは画面外しとってしまう。画面外しとったところに竜巻で上が回ろうとしたが、とがめる LAR、 とがめて、さあ壊しでダウン打ち、ダウン打ちからの起き上がり攻撃を食らってしまったが、さあその後に鉄板線側が攻めなかったが、あとここでさあバッキンホットが入って、おっとダウン打ちミスったが、さあこれが前段入ったからの挑発も入る。さあ1本取り返したの鉄板線では 1-1 になって第3ラウンド。さあお互いこれでバックステップから様子見するが、壊しで絡めようとしたところにガーッとバッキンホット入ったが相打ち。さあ亀が飛んでくる、さあ小足も飛んでくる、鉄も飛んでくる、さあ小足で、さあなんかループっぽくガードされるが、さあ昇竜で勝った。ここでダウンウォッチ入らない。さあファッキンホットに小足を刺していく。ああファッキンホットの痛いぞ。さあダウンウォッチ入らない。おっと起き上がり攻撃、あれ中断ですね確かね。というわけで2本取ったのは LAR。 さあ3本、4本目、4ラウンド目だ。さあ投げが入ってリングが飛ばされる。さあ小足からの亀が入らず起き上がり攻撃をもらってしまって、さあ即投げる。さあ小足から亀は入らない。さあお互いにちょっと起き上がり攻撃を食らってるぞ。さあファッキンホット、ファッキンホット、さあファッキンホット、ファッキンホットからの、さあ欲張って調皮を出したら当たった。さあ起き上がり攻撃をファッキンホットで狩る。さあ無視決まらないが、おっと、あーこれは死なない。あ、ちょっと今席を立てた。あーおっと大パンからしゃがみ大パンからの長飛でもう死んだと思って、ウレヤさんでもう殺したつもりで席立てたけど、ちょっと足りてなかった。危ないところでダウンボーイ打ちを決めて勝ちっていうというわけで B ブロック LA ランダーですね。じゃあそれ、C ブロック、はい、じゃああります。じゃあ C ブロックの決勝戦となります。元いちご VS TZW さんですね。はい、 1P 側が TZW さんで 2P 側が元いちごちゃんです。さあキャラはロー対ハッケ、そしてダークになった。どうやるのっていうなんかあるんですか。ハッケあります。ハッケはこれ全キャラある。コマンドは、え、上、あ、時間なくなった。ごめんなさい、後で聞こう。この試合が終わったらインタビューを。さあ 1P 側にしたのが TZW さんで、 2P 側が元いちごちゃんですね。さあ おっとファッキンホットが緑色ですね。よく見ると綺麗ですね。やっぱりね、女子力が高い証拠でしょう。さあ昇竜拳で横に、そして中段
威力がでかい。まず1本取っていくの元いちごちゃん。あ、繋がってない。そうね。さあ、まずは勝利ペンかなして、一気に体力半分以上取っていく。そして投げ。さあ、やしか勝利ペンで、この威力凄まじい。2ラウンド先取してくるのは、元いちごちゃんのプロジェクト A。さあ、第3ラウンド。おはぎガードコーの大足は確定です。さあこれで張飛がつながった、つながったかな。そしてダウンを一応きっちり入れてくる。取り返していくのは DZW さん。さあ大足波動、おはぎちょっと暴発が多いか。さあ元いちごちゃんの MP がだんだん減ってきた。マホトラが効いてきたぞ。さあ、あ、やばい、煽ったら煽ったらバグが出てきた。さあ5番5番中断、しかしタイヤしてない。やばい、元いちごちゃんの MP が空っぽだ。マホトラが効いてきた。しかしお互いゲージマックスなのでこれは本当にわからないぞ。さあ3ラウンド目はお互い様子見。まずはガードさして、これは安定の削りですね。さあどちらも安定の削り、しかしこっちは角換付き。さあどうする、大あっと何か漏れた。コマミス天を仰ぐ元いちご、勝ったのは TZW のローさんです。おめでとうございます。あ、ちょっと TZW さん隠しの、あ、ごめんなさい、次の試合、ごめんなさい、CF さんと、青汁ザベルさんですね。ちょっといいですか、上か下、それとショーパンと、スタートボタンの同時押しです。なるほど、上か下と、ショーパンかスタートボタン同時押しということで。残念だったね、すごく悔しいです。もうなんか画面見なければ勝てると思ったのに。あーそうね、逃げ、あーごビビって画面見ちゃった。はい、というわけで、D ブロック始めていきます。 CF さん対、CF さん対オージュルザベルさん、はい、やります。 1P 側がオージュルザベルさんで、次が CF さん、はい、早くやし。はい、というわけで様子見からの、さあ CF さんがちょっとバックステ前ステ、さあ何かを狙っていたか。おっと、波動キックにとがめようと思ったら入ってない。中段も、壊し壊しからのハッキンホット。中段が短いハッキンホット。画面が入らない。中段からおっと画面端固められてる。 JC がハッキンホットが逃げられない。おっとさあここでハッキンホット食らってからの、あとコマミスったが問題ない。もう結局、画面端着地するので、さああのランブはガードされると前出しか投げ確定。イエーイ。さあ2本目だ。さあ大カメガード、大カメガード、さあ超カメ、超カメ。さあこの JC はなんか、黄色い液体が入ったカメをいっぱい投げる。あ、おっとそこの張飛は危険だ。さあ高く舞ったけど追ったカメない。ここからのさああれも一応なんかガードしたら、前出しか投げかけらしいですけど、さあ中段からさあコンボは入らない。さあ画面を見ていて、竜巻当てたけど逆にこれを画面外しをされている。さあっと体力的には勝っていたのでそこで離していった。さあ2本取ったな、青汁。さあ画面投げる。さあとりあえず亀を投げて拒否っていくのが重要だが、さあこれだ、あの竜巻で上から飛んでくる。さあこれでダウンを打ちまで入っちゃって4割取られました。さあ中段入る。おっとしかし次は繋がらない。さあそこにさあ逆にファッキーホット差し返されてダウンを打ちまくらって虫の息になった。さあここでさあ張飛をガードさせてなんとかしようかと思ったけど中段は食らっている。さあか、おっと今ので終わったんじゃないのか。さあそこで漏れた。さあ水拳ジャッキー、おもらしジャッキーが負けてしまった。JC のいやらしいおもらしが出てしまった。
さあというわけで青汁さんの勝ちです。というわけで、ブロックの勝者が決まりました。はい、というわけで、その次がじゃあ4人なので、A ブロック B ブロックと C ブロック D ブロックの勝者で、その次が決勝戦という形になります。じゃあ時の扉さん対 LAR さんになります。その次が、はい、でその次が TZW さん対青汁ダメルさんになりますので、そちらも先にじゃんけんしておいてください。お、負けたら何かあるんですか。賭けが何があるんだ。ちょっと大江戸ファイト勢になるという。ああ、もうジャッキーを捨てて大江戸ファイト勢になれと。これで負けたらさあ、これは次は大江戸ファイトがもしかして第10回選ばれるかもしれないこれ。あー、なるほど。LAR さんがここで負けると、はい、ジャッキー勢を、返上して大江戸ファイト勢になってしまう。そうです。はい。さあ、じゃあ、トーナメントもできましたので始めていただきましょうかね。はい、じゃあスタートボタン押してください。はい、始まりました。あ、すいません。まだあれだ、あ、時の扉さんが選んでもらってごめんなさい、ね、ちょっと先がちょっと、お、あ、本当にできた、白くなった。はい、水拳ジャッキー、白い水拳ジャッキーと、ヤンヤンチンチン、はい。さあ、 JC が亀を投げるが、おっと、ここで大からのランムが決まらず逆に反り返っていくチンチンが、さあ大風車まで決まって、さあダメージが差し返されたが、ここで再びお見合いになる。さあ、おっと、焦がしを刺した。さあ、これでダメージ逆転したか、逆転した。おっと、お互いゲージも溜まってるし、これは一発あるぞ。さあ、ダイヤシからのぐるぐる逆音フッターが入って、さあ、壊し壊し、ダメージ決まって、おっと、上手でなかった。さあ、1本取ったのLR。さあ、それでない、2本目。さあ、前ダッシュしたところに小パンからの前大パンが入って、チンチンチン刺されていく JC。 さあ、これでさあ、チンチンにビンタされ、チンチンビンタされて、さあ、追い打ちも決まる。さあ、小足を刺したところにハードパンチが入ってしまって1本取り返される。さあ、これは危ないぞ、オイルファイトになってしまうぞ。はい、第3ラウンド。さあ、おもむろに酒を飲もうとした。さあ、小亀が入って、さあ、スライディング入ったところに次が入ってなかったので、当て方がもらった。さあ、亀を投げる、亀を投げる、波動パンチと亀の、もっとスライディングに亀が刺さった。さあ、点滅した。おっと、前ダッシュしたところに波動パンチが入って、さあ、突かれる。おっと、ケツで、ケツを空中に刺した後に、空中追い打ちでしゃがみ台パンチ。さあ、2本取った。これはどうなる。さあ、差しどころ探す。さあっと、これでスライディングから大キック入って、波動パンチ、波動パンチ、波動パンチをくぐってしゃがみ台キックを入れようとしたが失敗した。さあ、ここで亀を投げて様子を見るが、様子を見たところにさ、スライディング入って波動パンチも入って、おっと、ここでさあ、波動パンチを読んでからの上飛まで入って、さあ、追い打ち。さあ、ショーキック亀からの追い打ち、素晴らしい。さあ、大江戸ファイト勢回避、 LAR の勝利。素晴らしい、ワンチャンから10割拾ってった。いいゲームだなこれ。いやー、ダメージだって、このね、このバージョンになってダメージ下がったとか言って、結局10割あるんじゃないかこれ。はい、というわけで、次が、TZW さんで青汁ザメさんになります。はい、クセクセロー対決、おっと、失敗した。ダクロー失敗。さあ、開幕、お互い予選から、お、中段入った。さあ、ダイヤ差し替えからの、さあ、ファッキーホットから入って、画面がギアが飛ばされて、ダウンウォッチから入っちゃう。あ、飛んでた。お、飛んでる、お互いなかった。さあ、
しかしこの体力差だ。さあもう一回ファッキーフットやってたい感じですが、さあちょっと様子見だ。ちょっとこの状況、前捨て前捨て、おっと中断刺さった、おっと中断刺さったからの怪しいファッキーフット。さあ死んだ。しかも挑発でゲージを削っていった。さあ1本取ったのはずる。ファッキーフット、おっと中断か、おっと中断だと壊した刺さったから、ちょっとコンボが繋がってない。さあとりあえずファッキー、おっと甘えの勝利を可能としては逆に駆られている。さあここから大しゃがみ大足大パンチ、昇竜拳まで画面端と繋がっちゃって、ひどいことになる。おっと大パンチと差し替えになって、さあこれで、ダメ落ち。さあまだ10カウントある。おっとジャンプを止められない。さあ中段放って、中段放って、さあ王者ダメ2本取る。さあこの前世キャンプからの読み合い。おっと中段差しのところに竜巻を逆に差し替えて、あっとしかし中段からの差し返しを決められて、さあ画面端でこの状況。おっと羽子で逆に行ったか、あ逆に行ったか、ジャンプしてしまって、またさあ状況が危険な。おっとジャンプからの、おっと竜巻が全然入らない。あー竜巻全然入らなくてちょっと焦ったところに中段食らってしまった。さあ3本取って青汁選手の勝ちでーす。あーじゃあ、LAR さんと青汁さんになります。じゃあ先に決勝上がった人にコメントもらいますかね。ああ三欠あるわ、ごめんなさい、三欠やりましょう。時の鳥屋さん、ティーズドラムさんの三欠になります。はい、じゃんけんお願いします。あれ、あれマジで時の鳥屋さん帰っちゃった。じゃあティーズドラムさん3位です。あれちょっとちょっとなんかよくわかんないけど、そういうことになったみたいです。はい、じゃあ気を取り直して、じゃあコメントもらうか。はい、じゃあ LAR さんからもらいましょうか。はい、決勝まで上がりまして、はい、いやーここまでいい試合を見せていただきました。はい、どうぞ何か一言いただきます。これがやり込みの力です。やり込み勢だった。さあここでこの間木曜日から始めた青汁さんが決勝が出ましたけど、はい、じゃあ一言お願いします。いや最初レインボー誰もやってねえなって言って、まあちょっとロー強いっていうから、まあとりあえず遊べるレベルまでやってみようかなって言った結果がこんな結果になっちゃったんですけど、まあ頑張ってみます。ありがとうございます。あ、そうじゃんけんお願いします。じゃんけん、はい、うん。いやーガチやり込み勢対3日で仕上げた勢です。さあ 1P が川上さんで、次が LLR さんになります。はい、じゃあ決勝戦始めていきたいと思います。よっしゃお早速だからとか、なんかお学生服みたいになったぞこれ。さあ少しの足しからの、さあファッキーホット開いて、さあおっとダメ打ちはしない。さあ中段出て中段、もう一回中段出してるよ。さあ仕掛けない。さあ壊しからの、おっとケツを当ててから壊しからのランブ。さあダメージ差し返してもう点滅したぞ今日の顔方は。小亀を投げて牽制からの、さあ壊し、さあ決闘出して、おっとジャンプしちゃったところに、さあやはり大、おっと大亀小亀当てて挑発まで入れる。さあ壊しで攻めていく。さあローが壊し何するものぞと。さあバッキンホット、おっとこれで、そうなんです、これがあそこで受け身が取れてると思いきや全然取れてなくて当たっちゃうっていうクソみたいなことなんですけど、さあここで壊しでダメージして、さあ仕掛けに行ったか、ダイヤシマッキンホット入る。さあこれでダメージが大変なる。さあおっと起き上がり攻撃をもらってしまって、カーメンは入らず、あっとこれで、さあ EX 避けて、
おっとダブル KO になった。さあ青汁ゲージを使って、おっとこれが入らない。さああとオートガメ入るからの、おっとダイヤシがなぜか逆の方にいた。さあしかしとりあえず追い打ちは決めて5割は取る。さあここからのまた差し合いだ、差し合いだ、差し合いだ。さあ小足を出す、鉄を出したところにかめる。さあおっと小足を差し来たところに長飛を出して、さあおっと置き詰めをもらってしまった。おっと起き上がり攻撃もらって、結局これでおっと削りが入るが、さあおっとガードに竜巻間に合った、間に合っちゃうんだあれさあ1本取った、1-1で、さあお互いに、おっとこれは青汁の方がちょっと画面端を背負った状態だが、おっとさあ竜巻からの勝利まで入って、逆に相手を画面壁際に追い詰めた。さあこれで、さあ起き上がり攻撃をさすかしてからの集団からさあ刺していく、完全に読みが冴えている。さあパーフェクト取った2本目、2本取って4戦目です。これでまたおっと壊し壊し壊し、おっとまたやった壊しに EX ファッキーホット刺して大足、さあ5割が減る。おっと再び天高く舞い上がって、おっと着地をとがめられるとこ投げる。さあ壊し壊しからの大亀小亀大亀小亀、さあ亀を投げまくる JC。 おっとパスマゲル抜けてきたが、さあ差し込みず、おっとゲージもない。さあここで中断した、おっと中断、おっとパスマ切れて、さあしゃあない。おっとこれはこれはあー青汁勝った逆最後の最後の逆大逆転で青汁先生優勝です。さあ3日でやり込みが実った3日のやり込みが長年プレイしてきたけど勝ってしまった。ああちょっとじゃ あ, あの負けた LAR さんにお気持ちを聞こうかうん、あの長年あの、うん、なんかライノもなくなってしまいましたけども、あちらで頑張っていらして、はい、あの本当にどんな気持ちですか今。いやー当然です。いやーありがとうございました本当に残念そうはい、というわけで、優勝しました青汁さん。はい、なんか終了コメント、あの面白かったんでまたなんかいっぱいやりましょうね。いや俺はいくらでも受けるんで大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。エレアさんからの敗者からのグッバイアヘガオサムズアップが入りましたはい、というわけで、青汁さんの優勝で、はい、終わりました。いやー、はい、この後ね台入れ替えて、マリオが次入りますけれども、その前に台が入れ替わりまして、のじ合い台でまたジャッキー動きますんで、もりもりやりましょう。はい、また200戦ぐらいやりましょういや本当楽しいってこのゲームはい、というわけで、じゃあ締めましょうか。はい、第9回、3日目第1種目。おい、症状の状態がまだじゃありませんかねごめんごめん、もうなんかもういろいろ出ますごめんな、症状あったわはい、まだマリオもレインボーもあるんで、これ以上鬼を消耗させるわけにはいかないんで、マイクを奪い取りましたはい、お疲れ様でした。では症状の方が準備できましたので、大会実行委員長の桐生はじめ氏から、贈呈をいただきたいと思います。はい、長い激戦お疲れ様でした。これより表彰式の方に移りたいと思います。それでは優勝されました、青汁ガエルさん、こちらの方へお願いしますやり込み皆さん2大会後も期待してます。はい、第9回浦戸駅ジャッキーチェンインフィストファイヤー優勝青汁ガエル、ローシオ、あなたは当大会におきまして並いる強豪を退け、見事優勝の栄冠を勝ち取りました。その栄誉をたたえこれを表します。平成25年7月15日浦戸駅開催担当桐生はじめ、はい、おめでとうございます。拍手お願いします
そして、景品ですね。私の方からはですね、はい、こちら、ファミコン用ソフト、スパルタン X。こちらの方、はい。ね、なんか、ね、こちらの方を、差し上げます。本体の方は自分で用意してください。そして、昨日預かってたやつなんですけど、はい。踊るボンボコリさんいらっしゃいますか？あ、じゃあ踊るボンボコリさんに紹介してもらいます。はい、こちら参加者であられます、踊るボンボコリさんからの副賞になります。昨日の、チェンブレの、商品を買いに行こうと思ったら、こんなジャッキー・チェン最強伝説っていう本があったので、これを優勝した青汁さんにあげたいと思います。おめでとうございます。はい、はい、そしてじゃあとりあえず船子さんからいる、まだいる。はい、じゃあ次、じゃあ船子さんからお願いします。じゃあ優勝した青汁さんにこのプロジェクト A2 のポスター差し上げます。おめでとうございます。ありすぎ。はい、プロジェクト X、 まだあるよ、ふわこさんの景品。それからですね、映画のパンフレットを4種類持ってきたんですけども、1位から4位の方に差し上げたいと思います。ジャッキー・チェンの聖剣、それからプロジェクト A2、 そしてポリスストーリー、あとは七福星ですね。じゃあ1位の方から順番に選んでいいですか。パス。はい、じゃあ準優勝の方、はい、じゃあ後で選んでもらうって感じで大丈夫ですかね。はい、じゃあ、まあ、とりあえず、はい、あ、じゃあ後ほど、入賞された方は船子さんの元に集まってください。よろしくお願いします。はい、その他、はい、じゃあ CA さんから、はい、さあ、おっとあ、すいません、優勝した青汁さんに水拳の DVD をはい、青汁さん、水拳の DVD が、はい、送られます。はい、そしてさらにまだあるのか、まだある、まだあるの、ある人は早く行った方がいい。このゲーム金子社製の作品だということで、ごめんなさい、ちょっと中古のやつを買ってきたら新品だった、新品、未開封で未だに開けてないという藤山バスターのサントラ。これはすごいの来ましたね。はい、クロワット星座さんから、青汁さんへ、藤山バスターのサントラ、しかも未開封、こちらの方が最初は送られました。おめでとうございます。はい、そして、あ、すいません、当店の、現在の、店長からですね、はい、店長が好きですね、スパルタン X のサントラそして、かわいいナオコとジャッキーチェンのデュエット、愛のセレナーダ、愛のセレナーダ、これはなんだ、 CD、LD、 違う、 LD ですね、こっちこっち、 CD、 レコード、レコードだ、 LD だったら小さいよな、 LP 版、 LP、 もうお前らの世代はこんなもの見たことないだろまあわからないも仕方ないですけれどもね、まあ確実に再生環境家にはないと思いますけれども、ああ、じゃあまあ最近安くあると思いますね、ぜひぜひ聞いてください。はい、そしてお兄の方からも何かあるの？ あとは大丈夫？はい、なんか優勝した人にあげようと思ったんだけど、ちょっと青汁さん荷物多いから、2の LLR さんにあげようかなと思います。ボーボー茶です。ちょっと、あれだ、何？缶のやつはちょっともう販売中止になってるらしいんで、あれは買えなかったんで、茶葉を買ってきました。はい、毎日飲んでください。
え、じゃあなんかまだあるんだったら、はい。どうしようかそれ。うん、じゃあ、じゃあ、決勝残った人、さっきのあれだ、パンフレットと一緒に、こちらから、何か一つ選んでもらってください。はい。一つずつ。あ、1位と、1位、2位、3位の一つずつ一つずつ選んでもらいます。もう一個、景品あるんで、はい、それも選んでもらってください。あと、あれか、ハーゲンダッツ券が、はい、あります。次、2位の方にありますんで、はい、それもありです。はい。はい。え、ちょ、なに、まだ実家にボーボーちゃんの缶あるって人が、今ちゃんとね、え、ちょ、なんで今日それ持ってこなかったんだよ。はい、で、じゃあ、はい、HK に戻します。はい、今回も、多数の、景品の、差し入れ、本当にありがとうございます。そうですね、いかがだったでしょうか、ジャッキー・チェン・イン・フィスト・オー・ファイヤー、清流伝説というのはこれ。はい。噛んじゃった。いや、いつも通り。いやー、そうですね。まあ、結構、まあ、ダメージがでかくて、一発一発のダメージがでかくて、かなり荒削りなゲームですけど、まあ、なんだろう、意外にも格ゲーしてましたよね。すごいびっくりした。はい。で、ですね、まあ、なんか、ジャッキーブームが、このトライアミューズメントタワーだけなのかと思いきや、なんか近場のね、ヘイさんでも対戦台ができてしまったっていうところで、なんか、まさか、ここからね、ジャッキーチェン2が全国展開するかもしれないという、ね、でも思い返してみれば、これ国内未販売じゃなかったっけっていう。ってところで、あー、夢途絶えるかなっていうところでちょっと厳しいですけど、見かけたらね、見かけたら必ず100円入れてください。見かけたら座れ、あとはない。次はない。ということで、今後ともジャッキーチェン2よろしくお願いいたします。ということで、第9回、裏と行き、3日目は大種目、ジャッキーチェン2大会の方を終了とさせていただきます。皆様お疲れ様でした。そう、見かけたらね。はい、じゃあ一旦録画の方を停止させていただきまして、この後の予定ですが、